クエスト？ああ、ロキが安請け合いしてきたものでな。適当な冒険者を見繕ってくれと言われたんだが。あ、今って。ああ、紹介や他派閥からのクエストが重なっていて、上級冒険者は全員出払っているのが現状だ。昨日ダンジョンから帰ってきたお前とティオナを除いてな。そんなに大変なクエストなの？いや、急ぎというだけで内容自体は容易なものだ。本来なら第一級冒険者を送るような事案ではないが、事情が事情だ。一度受けたものを保護にするわけにもいかん。お前たちはここのところほとんど休んでいないだろう。クエストついでに数日休むつもりで頼まれてくれないか。休むって言っても。クエストは都市外だ。近くには温泉も湧いているらしいぞ。温泉？ああ、紹介の新しい施設のようだな。宿泊もできるらしいから泊まってくるといい。まあクエスト自体は1日もあれば終わるだろう。あとはティオナと相談して温泉に入るなり自由にしてくれ。うん。ああ、そうだ、忘れるところだった。え？これは極東の弱み木というものだ。ロキから預かったものだ。温泉で着るの？変な感じ。まあ妙なものというのは否めんが、公衆に開かれた温泉施設であえて肌を晒すこともあるまい。いいから持っていけ。温泉でティオナと二人きりなら使わなければいい。それくらいなら大した荷物にもならんだろう。確かに渡したからな。ありがとう、リベリア。ああ、そうだ。え？都市外に行くなら、ロギンは少し多めに持っていて。まだ魔石を換金する時間はあるからな。うん、わかった。それから、靴は履き慣れたものにしておけ。ダンジョンより危険はないとはいえ、慣れぬ地の行軍だ。あとは。え、まだ。当然だ。蛍光色についてだが、あれはできるだけ消費せず集落の酒場などを使うように。ティオナに釣られたりして好き放題消費しすぎては万一の時。ラキアに追われて合図が帰らなかった時、いくら不安だったからって過保護すぎんだろ、ババア。